セルシオ、セルシオはかっこいいにしましょうか。実はですね、あの、ビヨンドシリーズの892話で僕がセルシオがかっこいいっていうタイトルをつけて動画撮ったんですよ。で、これが300回ぐらい回っていて、何なんだろうみたいな <laughs> い。これどう、ちょっとデータ見てみましょうか。検索。YouTube のおすすめに、 出たのか96%のおすすめセルシュがかっこいいっていうのが YouTube のおすすめに出たらしいですようんそう基本的にこのやりとりってそんなに再生されないんですよまあ特に僕なんかはそ一気に公開するんでそう一気に300本とかバッと公開するんでその中でなんかちょっと再生されましたねだからあのセルシーはかっこいいっていう <laughs> この前のタイトルがセルシオがかっこいいでガとワニシも <laughs> セルシオがかっこいいっていうこれどうなるかな、うん、まあそのかっこいいとか美人とか美しいとか可愛いとか人それぞれやっぱそれも変わるじゃないですかどこがかっこいいのとかねうんなんかその旧車がかっこいいと思う人もいれば 古い車の角張ったやつ何が好きなのみたいな思う人もいるし、人それぞれなんですよね。だから久保さんの動画が好きっていう人もいれば、僕の動画が好きっていう人もいるし、久保さんの話を聞いてると落ち着くんですみたいなっていう人もいるし。 そうあのー、まあ僕はね「情報商材完全バイブル」っていう本を出していて、まあ、一般的にはまあ情報商材ってうさんくさいわけですよで僕の本の,レビ,のレビューの中でも真似しちゃダメだみたいな,なんかこの方法はグレーだから真似するなみたいなレビューもあるんですよ でも一方で、まあ僕の今コンサル受けてる人が言ってたんですけど、いや僕は吉谷さん見て怪しいと思わなかったんですよ、まあまあまあ、そう思うからコンサルにもね、高い金払って入ってくれてるわけなんだけども。だ人それぞれね、怪しいと思う人もいれば怪しくないと思う人もいるだろうし、まあ本当人それぞれかなと思います。ただ、一つ言えるのが、始めなければ何も始まらないってことですね。言ってらっしゃる。